装備が強すぎて。ほら、あの腕輪の効果もなくなるしさ、食べない方が早いね。パポレップゴッドマンをいくつかキープしようかと思ったんで、それもいらないわ。あー来た、広い識別、真空切り、呪われてないかな。かですよ。呪われてると使えないからね。呪われてる。電撃出ないとちょっと威力弱いね。足りない。癒し層もいらない。力は速度。でバッテは役に立つ。これね、やっちゃったけど、ね、広い識別状態消滅すんのよね、エージンすると。まあまあ全部終わったからいいか。勢いで敵が来るね。もうちょっと火力がないとね、倒しきれないかな。これはめんどくせえやつや。待ってるアイテム結構レアアイテムテーブル。保存3はもういいわ、めんどくせえアイテム出りが。高飛びは使えないんでいらない。だって私デブですから。さあ残り15回、部屋すべてに催眠とかもうバカじゃねえの。あそこモンスターズやねえか。
あれでも道具ねえな。敵だけ？敵だけハウス？なんていういやらしい部屋なんでしょうか。敵が多かっただけ？こんな敵ばっかおることってある？アイテムもなんもねえのにひどくないそれ。はい、ということで普通なら大変なんだけど別に別に何も怖くないという事実聞かないんだよ。別に何にも怖くねえ。やばい敵なんて一匹もいねえ。もう本気にするのは本当って本当はゲイズにね混乱させられてこの連続魔法で大変なことになるんだけど別にいいんだ。敵を増やすんだ。パプレクキに似てる姿かわいい。はい、ということで楽勝でした。敵浮湧きすぎじゃね？っていうか、あいつか。呼びすぎ。左にしろ。増やすんじゃねえ。終わんねえだろ。装備が極まってるから何にも怖くねえけど。あれば十分やろ。そもそも何にもなくても大丈夫だということで。ゾワゾワ。ロバ。道具寄せ。道具寄せは欲しい。罠消し。まだでっかい？来ない？できそうだ。実は無敵装1個目。
これやばいね。今の食べたら敵呼ぶんでしょ。3の保存はね、ほんといらない。アイテム整理がなんかめんどくさいだけだなっていう。あんまよろしくないね。すごいよろしくないね。水雲じゃなくて、一旦のダメージ14か。これも一定な。入らない方がマシレベル。まだハテナの草。1回ホールの位置を確認してからフィニッシュ。ここなら取りに行けるな。よし、合成持ち帰りたいですね。倉庫の壺では持ち帰れないですかね。合成は持って帰りたい。人橋がいらんな。まあ現在38回、もうすぐやね。だけさ、結構ガバガバな動きしてるのに一回も動く下げられてないのが意外だよね。もうちょっと火力あればね、気にする必要なくなるんで。微妙に足りないんですよ。早くも。
者に敵増えすぎない？あー、水敵が欲しい。ここ階段あってくれよ。なかったら左上っしょ。行くのめんどくさい。ああ、よかった。復活の草。これも今、2個目？よし、40回。ああ、5区だ。やめんかい。防水ついてるから何も怖くないか。焼くんじゃね。焼きももま。罠消し。罠消しね、踏むとめんどくさいんで。ドロップの落ちる。そういう時に限って敵が近くに全くいないんですけど。アイテムが全部お金なんですよ。なんと、でっかいを直接呼ぶという送ってくるといういかれた行動をしてきますね。その発想はねなかったよ。さあどこに出た？左下か。あるわし。まあそこだけ行ってちゃうかったらもういいや。ここスイート
の違いです。どうすこい。お、俺の金やろ。めんどくせえマップだな。さあ41広い式別なんかあったっけ。階段見つけて次のフロア行きましょう。まあ、敵の位置が分かるのが本当に強い。やん。疲れるから。探索する意味がない。レベリングもする意味ないし、もうどんどん下に行くしかすることがない。支援行為やめてください。別にレベルももう一番上なんで、今どういう状況やった？これがわからない。このギリソウ。解除されるのがね、もったいないんだけど、まあもう識別しなきゃいけないアイテムなんてないからいいか。そして呪われすぎ。混乱ももうこれ以上はいらないね。階段がわからんのか。まあ無敵層は多くて困るものではない。どこ？
あとまだなの。